はい、お疲れです。ちょっと今運転中なんすけども、ちょっと移動中に一本あげようかなと思って今喋ってんすけど、はい。まあちょっと運転中なんで、いつも以上に音が悪かったり、画面ブレたりするかもしれないんですけども、もしそうだったらごめんなさい。はい。まあそんなところですね。まあちょっといつも車の中なんで、ちょっと音悪かったりしたらごめんなさい。はい。まあ言っても僕の動画なんてね、そんな高音質、高画質な、そんなハイクオリティな動画じゃないんで、まあそんなところ期待してる人なんてまあいないと思うんで、まあ別にどうでもいいっちゃどうでもいいと思うんですけども。はい。まあそんな感じですね。はい。で、ですね、まあ今回のテーマはですね、スターダムと AEW の、業務提携、まあこの辺のお話なんですけども、なんかもうここ最近、ここ数日間で、一気にこの AEW とこのスターダムが、もう近づいて、白川選手が、ROH 行って、で、この間ダイナマイトに出たりとか、なんかすごいワールドワイドになってるじゃないですか、ここ数日間で。うん、まあこれに関してのですね、まあ僕の見解もろもろっていう感じなんですけども、まあ僕の肌感、なんかこの今のこの状況に関して結構なんか、おー、スターダムすげー、禁断の扉が開いたみたいになってる感じのこの空気感を僕は感じてるんですけども、まあこの現状に関して僕個人の思ってることっていうのは、うわ、やっぱすげえわ。ロッシオがいなくなってよかったじゃん。これでスターダムがワールドワイドになって活性化すんだ。いや、すげえわっていう感想になることはないっていう感じなんですよ。はい。これ何かっていうと、結局このスターダムと AEW の、この近づいたその結果の末路っていうか、まあこれの趣旨としては、結局、トニーカーンの仕入れ先が1個増えたっていう、まあ、結果的にそんな感じだよねっていうのが、まあ、僕の見解なんですよ。はい。まあね、これ新日本プロレスと同様で、もう新日本プロレスがもう AEW にね、一応建前上は有効な関係だとかなってますけども、でもまあ蓋開けてみて、まあ何年か経った結果、美味しいところは全部 AEW が持っていくっていう、まあそれにもう皆さんもう大体の方はもう気づいてきてるっていうのが今のこのプロレス界の現状だと思うんですけども、まさしくその新日本プロレスと同じような形でこれからスターダムも、うん、入っていくんじゃないのかなっていう感じですね。はい。なんで、要はトニーカーンの新しい選手の、まあ獲得先団体が一個増えたよねっていう、まあそんな感じなんで、今結構、うわ、スターダムと AEW が繋がって、うわーみたいな感じで盛り上がってるんですけども、僕的にはまあ別に、まあそんなすごいことでもないかなっていうのが、今の僕の見解なんですよ。これ、昔の僕だったら、ああ、なんか、ロッシオがいなくなってよかったな、とか、禁断の扉が開いて活性化するな、みたいな、こう、プラスプラスね、こう、思ったりしたと思うんですけども、でも、やっぱりもう、ここ最近のこの新日本プロレスとこの AEW の、まあ、本当のこのつながりであったりとか、あと、まあ、もっと言うと、ここ最近のトニーカーンの、暴走、その暴走によって、トニーカーンという男の、その人間性っていうものが見えてきてしまった今のこの現状だからこそ、結局、この提携、AEW とスターダムが近づいたこと、もちろん、スターダム側にもメリットはあるにせよ、でも結局のところ、トニーカーンの仕入れ先が一個増えたっていう、まあそこの見解に落ち着くっていう、まあそんな感じなんですよね。はい。まあそんなところで、まあこれから先、多分、スターダムから AEW にね、急遽電撃移籍とか、まあその辺も、今すぐにではないかもしれないですけども、まあこういうのが近い将来出てくるかなっていう感じですね。はい。まあそんなところですね。まあまあいろいろ散々言いましたけども、まあ別にそれそれが全てデメリットだとは思わないですよ。やっぱり国内のね、女子プロレスだけでは、やっぱりこの世界的なね、知名度とかも弱いし、その、対世界とかに広めるっていう意味では、AEW と近づいて、
この世界にこう PR していくっていう、そこのメリットはもちろんあると思うので、すべてがそのただ AEW に美味しいところ持ってかれるっていう、ただそこだけの話ではないですけども、でも結果的にトニーカーンって結局自分のとこしか考えてないよねっていう、まあなんかそういうところに僕は考えがなっちゃってるんで、はい。なのでまあプラスにあるにせよ、全部がこう決して僕はプラスになってるかなっていうのは思わないって感じですかね。今もう新日本プロレスって AEW にかなり囲われてるかなっていう印象を持っちゃってんですよ。まあいいとこで言うと、ね、裏方番長のロッキーロメロも AEW と新日本の二団体所属っていう風な感じになってるんで、なんでもう金さえ積めば裏方のロッキーロメロも AEW 一本にすることもできるっていう風な可能なんで、なんで結構ね AEW に囲われてるなっていう感じがするんで、なんでスターダムも後にこういうもう気づいたら AEW に囲われてるっていう未来がなくはないかなっていう感じなんで、はい。まあなのでそうなっていくと、すべて美味しいところはなんだかんだで AEW が持っていくっていう、うん、囲われすぎも結局あんまり良くないよねっていうのは思うんで、まあこういう未来がなくはないかなっていうのが、まあ僕の正直な見解っていう感じですね。はい。うん、まあね、まあいろいろ言いましたけども、まあここ最近やっぱりトニーカーンが結構暴走しちゃってるじゃないですか。CM パンクとジャック・ペリーが、喧嘩してる動画をアップしたりとかして、これで今なんか批判食らってるじゃないですか。で、結局それの意図としては、その、建前上はその、FTR とヤングバックスの構想を盛り上げるために、あえてこういう VTR を出すとか、なんかいろんな苦し紛れな言い訳してますけども、でも結局のところ、やりたい趣旨としては、CM パンクの荒を晒し出すっていう、まあそこが趣旨なんで、なんかそこがもう見え、もう筒抜けになっちゃって、今批判食らってるっていう、やっぱトニーカーンって、ああ、これはダメだよね、みたいな、なんかそんな感じになってるんで、だからそういうところで見ると、トニーカーンってね、僕はね、まあ、作詞でもあるし、性格的にはね、そんなによろしくない性格なのかなって思っちゃったりっていう感じですかね。で、あとまあもっと言うと、ロッシーを側が、スターダム解雇になった時も、なんかロッシーをちょこちゃかすような、文面送ったりとか、なんかそういうところをいろいろ見ると、トニーカーンってだいぶ癖あるよねっていう、まあそんな感じなんで、全面的にこう、信用してもいいかって言ったら僕はクエスチョンがついてるので、はい。まあまあそんな感じで、まあトニーカーンは全部は信用できないよねっていう、まあそんなところがもろもろあるので、まあ今回の僕のような見解になったっていう感じですかね。はい。まあこれから先の未来として、とりあえず今、白川選手が AEW に結構スポットが当たって AEW に出てるんですけども、多分まあもしかしたらですけども、白川選手も何年か経った後に AEW 電撃入団とかっていう、その可能性はありえそうかなって感じですね。はい。もうトニーカーン必殺の、おー、この選手、私欲しい。私欲しい。私いっぱいお金持ってるから、この選手欲しい。岡田社長、この選手、私もらっていいですか？みたいな。まあこんな感じがこの先出てくるんじゃないかなって感じですね。で、今現状で言うと、私欲しい、オスプレイ欲しい、岡田和親欲しいな、ロッキー岡田とオスプレイに話つけてみたいな、多分まあこんな感じだったっていうのがなんとなく見えるじゃないですか。だからまあこれのスターダムバージョンっていうのも、トニーカーン必殺の私欲しいが、これからスターダムにも、まあ進んでいくのかなっていう、そんな感じしますね。はい。まあそんなところが、僕の今のところの、まあ今回の、AEW とスターダムの、仲良くなったっていうところの、まあ裏側の背景というか、まあ僕の見解っていう感じですね。はい。まあそんなところですね。はい。はい。で、まあここ最近のこの AEW とスターダムの、この一連の、まあ、ここ最近、この AEW と、この新日本プロレス、この辺の関係を見ていくとですね、AEW にこの移籍する、このフラグの、わかりやすいこの、目星というか、なんかそれが僕見えてきて、AEW に、
参戦する頻度が増えていく選手は、後に AEW に行く可能性が非常に高くなるっていうのが、ここ一連のこの新日本プロレスの前例でなんとなく分かったっていう感じですかね。いい例で言うと、岡田和親、ウィル・オスプレイも、去年2023年に、この AEW に上がる頻度って、ちょいちょいあったじゃないですか。禁断の扉とか以外のところでも、いろいろ上がって、ね、AEW のリングに上がるシーンが多かったんで、だから、日本国内の新日本、このスターダムの所属選手が、どんどんこの AEW に上がっていく頻度が多くなると、まあ、後に、AEW の移籍の確率っていうのが高い。これが一つの目安っていうのが、僕の中でこのデータが取れたんで、はい。なので、まあこれからスターダムの選手も AEW にどんどん上がっていく頻度が多くなると必然的に AEW に移籍する可能性というのも非常に高くなるっていう感じですかね。はい。まあ正直スターダムの選手とかもね、海外行ってもそこまで知名度がないので、まあどこまでトニーカーンが私欲しいってなるかはまだ何とも言えないですけども、やっぱり女子選手って AEW もそんなにね、やっぱりこうメジャーな選手もいないんで、やっぱ女子選手って結構希少価値の高い、カテゴリーだと思うんですよ。ちょっと言い方あれだったらごめんなさいなんですけども。はい。まあなのでね、まあ日本の、まあ日本からいい選手を、どんどん私欲しいで持っていくっていう。今のところはそこまで需要がないにせよ、いい選手はとりあえず私欲しいで持っていくっていうのは、まあ考えられるかなっていう。まあそんな感じってどこですかね。はい。まあなので、まあこういうところも含めてね、まあこれから AEW と、スターダムの、その辺も、まあ冷静にこう客観的に見ていこうかなっていう。まあそんな感じってどこですかね。はい、以上です。はい。まあ、てな感じでいろいろ喋りましたけども、結局今回何言いたかったっていうと、安住選手も最近海外進出多くなってるんで、安住選手とかもなんかそのうちトニーカンから、私、この選手、欲しいってなる可能性も十分あるよね。ってこと。